接、皆さんにお会いできるということをすごく楽しみにしてきました。ようやくこの日を迎えられて、今は本当に、胸がいっぱいです。やっとこの映画を皆さんに見ていただける時が来ました。私は本当に、この作品を自分の代表作と言いたいって思ったぐらい最初の初号で本当に感動してしまいました。ぜひ皆さん楽しんで映画をご覧になってください。皆さんこんばんは。今日は来てくれてありがとうございます。この映画は、僕もとっても好きで、皆さんも好きになって帰ってください。本当の家族みたいにお仕事ができて幸せでした。見ていただいたら本当にわかると思います。楽しみにしていてください。原作を読んでショックを受けて以来、映画これを映画にしたいと、映画にせればとずっと思ってきたんですけど、本当にこういうすごい役者さんたちに恵まれ、それと平井堅さんをはじめ素敵な本当に優秀なスタッフたちと一緒に、この間本当についこの間完成しました。で、こんな風に、皆さんの前にお披露目できるのが今日本当に初めてです。どんな感想をいただくのかとてもドキドキしてるんですけども、どうかごゆっくりご覧ください。よろしくお願いします。実際莉子ちゃんと良平くんのお母さんもずっと現場についていらしてたので、本当のお母さんと2人が接する様子をこう見ながらいろいろ参考にさせていただいたんですけども、やっぱなんだろう、こういう愛情表現ではなく、なんかこうやってこうさりげなくこう毛を取ってあげるような、そういうさりげないこう表現の中でこう家族の感じっていうのが出せたらいいなと思いながら、その辺気をつけてやってました。本当に、自分がどこまで父親役を演じられるのかなっていう、不安もあったんですけどね。でも実際現場でやっぱこの子たちの頼りない後ろ姿だったりとか、やっぱこう見ているともう無性にこう守りたくなるというか、なんかね、こう不正の愛がこう芽生えてきて、もう本当に現場でそのこの子たちと触れ合う中での、気持ちをすごく大事に前してましたね。竹野内さんも水野さんもすごく優しくしてくれて、もう撮ってない時でもルービックキューブとかなんかたくさん遊んでくれて、すごい優しいお父さんとお母さんだなって思いました。持って帰りたくなっちゃった。そうだね。リコちゃんは？今日本当に会えてすごい嬉しくて、お父さんが抱っこしてくれるのがすごい楽しみだったし、お母さんは話をするのが楽しみでした。ただのいい話じゃない、あるこうすごい部分を含んでる話だったので、僕も本当にこの映画と同じ同い年の子がいる、この会場の中にいるんですけどもちょっとそのかけがえのない事情みたいなことは実は死を前提にしてその成り立っているわけで、そんなことをお前もちょっと考えてみろと、そんな風に原作に言われてる気がして、なんかこうそういうのを作る流れだったのかなというふうに思ったりしてます。その本当の幸せって何なんだろうなっていうことを考えて見てもらいたいなって
思います。お願いします。お願いします。はい、以上をもちまして、あの空を覚えてるデパート